時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。3代目 J ソウルブラザーズのボーカル、今市隆司です。こんばんも、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、11月25日ということで、クリスマスまで1ヶ月切りました。六本木ヒルズの欅坂もですね、イルミネーションがつきまして、もうキラキラしてますよ。はい、で皆さんね、クリスマスツリー出したでしょうか。自分はですね、よく行くマッサージ屋さん、毎年出してるんですけども、そこのマッサージ屋さんもクリスマスツリー出てましたね。結構ね、毎年大きめのクリスマスツリーがドーンってね、フロアの真ん中にあるんですけども、あ、もうこういう時期かなんて思いながらね、感じますけども、皆さんね、ぜひね、クリスマスツリー出してクリスマスまでのテンション高めてもらえればなというふうに思っております。今日のリュージーズフェイバリットアルバムでは、シルクソニックのデビューアルバム、アンイブニングウィズシルクソニックを紹介。そして今夜のコーナーはスパーク応援団です。仕事、勉強、恋愛などなど、様々なことに頑張るリスナーを電話で応援したいと思います。この番組はツイッターもやってます。ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ JAVE をつけてつぶやいてください。そしてインスタグラムのフォローも番組ホームページからすぐできますので、お願いいたします。というわけで、3代目 JSOULBROTHERS のボーカル、今市隆司がお送りする JAVE スパーク、今日はこの曲からスタートです。聴いてください。3代目 JSOULBROTHERS で HONEY。抱きしめて You are so beautiful。 もっと笑えばいい、もっと泣いてもいい、わがままに生きる Be yourself、 自分らしい、 yeah, yeah。 あなただけの real、 信じた before you are、 その素顔に恋をしてるから、新しい奇襲を作ればいい、program is brought to you by 牛乳石鹸ほか。予防の基本は手洗いです。大人も子供も外から帰ったら石鹸で手を洗う、当たり前のことだけど自分でできる予防策。
アルバイト採用担当のあなた、はい、求人サイトマイベストジョブなら掲載費用0円で求人広告が出せます。え、応募者のマッチングもバッチリ。本当に？本当です。ちょっと変わった求人サイト、マイベストジョブ。いつまでもいつまでも。 J-WAVE 公演ロッキンオンプレゼンツカウントダウンジャパン2122、12月28、29、30、31日幕張メッセで開催。12月31日の出演はカナブーン、キートーク、キューソネコカミ、ゲスの極み乙女、ずっと真夜中でいいのに、サンボマスター、フォーリミテッドサザビーズ、そしてブルーエンカウント。詳細はカウントダウンジャパン .jp。 オリエントスター、タイムアンドタイド、市川さやです。次回のゲストはソングライターの水野良樹さん。生き物係とは別にスタートしたプロジェクト、広場、そしておとぎ話で表現することの意味とは。11月27日土曜日夜9時からです。81.3 J-WAVE SPARK。毎週木曜日は三代目 J ソロブラザーズボーカル今井翔司がお送りするスパーク。ここだ、ねずこのみんなからもらったメールを紹介していきたいと思います。ラジオネーム美穂、今井くん、こんばんは。こんばんは。三代目の皆さんのデビュー日に夢の中に今井くんが登場しました。目覚めスッキリで一日ハッピーに過ごせました。そこで今井くんに質問です。今まで見た夢についてのエピソードを聞いてみたいです。夢が現実になったびっくりエピソードや、夢に出てきて嬉しかった憧れの人、忘れられない衝撃的な夢のお話などが聞けたら嬉しいです。はい、いいですね。11月10日にね、だから俺が登場したってことだもんね、美穂ちゃんの夢に。いやー、いいですね。夢ねー、なんだろうな。でもさ、夢に出てきた人ってさ、わかんない、知り合いでもいいし、アーティストでも何でもいいんだけど、やっぱすごい、その日は、まあ、次の日っていうのかな、夢に出た次の日は、めちゃくちゃ気になりますよね。あの感覚って何なんでしょうね。今までね、誰だろう、著名人で言うと、安室さんとか、あとはボアさんとか出たの覚えてるんですよ。なんか印象的で、結構夢ってね、見たら忘れがちですけども、その二人はすごい覚えてんだよな。あとなんでしょうねまあよくあるのが、よくはないけど、そのライブの夢もちょこちょこ見るんですけども、これでも前に言ったと思うんですけどね、その楽屋にいるんですよ。楽屋でライブスタートするの待ってるんですけど、その楽屋で待ってんのにもうライブがスタートしてる音が遠くから聞こえるんですよ。自分のオープニング曲、三代目なのかソロなのかどっちもいいんですけど、それが聞こえて、しかも自分の声がね聞こえるから、どういう状況って感じなんですけども、もうとにかく焦るっていうね、それで起きたりしますもんね。だ、そういう夢は見ますけどね。うん、あとはなんだろう、なんかね、ビルから落ちる夢とか見ますね。結構頻繁に見るかも。うん、そんな感じかな、夢の話は。なんかありますか、めちゃん高速道路か車で落ちる夢見る。落ちて起きる。なんかね、その落ちるっていうのが俺と梅ちゃん多分今共通してるけど、多分そこの落ちるに意味があるんですよね。前調べたんですけども、ちょっと忘れちゃったけど、なんだっけな、なんか現実逃避したいとか、
あとね、思い出した。職人の時の夢多いかも。過去の夢見ないですか、梅ちゃん。あんまり見ない。あ、ほうす。やっぱ失敗してる夢なんだね、梅ちゃん。俺、職人の時と、あと、あ、でも学生の時もちょこちょこあるけど、職人がもう、ぶっちぎり多くて、そう。だ過去にね、過去の夢を見る人は、なんか現実から逃げたいみたいな。買い調べてみたことあるんだけど、まあ、そこに紐づくのがちょっとあれですけども、職人よく見るのよく、だから、もともと親方の、じゃ、花さんすげえ回数だもんな。俺のイメージと、登場率で言うと。なるほどね。ちょっと、その夢でこういう夢見る人はこうですみたいな、またメッセージもらいましょうか。はい。ぜひじゃあその夢に関するメッセージもお待ちしております。次行きます。ラジオネーム、リラコ。リュウジ君こんばんは、こんばんは。徹子の部屋、三代目メンバー全員での出演おめでとうございます。最近親孝行した人の話題になり、リュウジ君も挙手されていましたが、オンエアにはなっていなかったので、リュウジ君が最近どんな親孝行したのか気になりました。よかったら教えてください。ああ、なるほどね。最近だと母の日にお母さんに花を送りましたね。うん、親孝行になりますかこれは。ありがとう。 This is Diana Ross。 マジでこれ本物？マジで？もう一回聞かせてください。ありがとう。This is Diana Ross。リュウジとは言ってくんないんですね。言ってくんなかった。これ使い回しのやつですか、データ。あ、そう。Thank you。Diana Ross。この前ね、フェイバリットで紹介しましたけども。まあ最近だとそうかな。だから、花を送ったりとか、あとこの前うちに来て、親父も一緒に来たんですけども、なんか一緒に、まあ、夜ご飯とかじゃないけど、ちょっとなんかフルーツ食べたりとか、こう同じ時間を過ごしたりしましたけどね。あとね、結構普通に実家とかも行ったりしてるんで、まあ自分からこれが親孝行とは思わないけど、なんか一緒にいる時間は、なんか前より増えてる気しますけどもね。だから、徹子の部屋で言おうとしたのは、その花の話だと思いますけどね。はい。そんな感じで、徹子さんね。YouTube の撮影があって、徹子さんの楽屋にメンバーで収録前に挨拶に行くっていうのがあったんですけど、その時に徹子さんからオリジナル T シャツとオリジナルのエコーバッグもらって、で、そのオリジナルの T シャツの、まあ、徹子さんの若い時の写真が印刷されてて、それがニューヨークのフィフスアベニューの写真で、徹子さんが若い時の写真でめちゃくちゃオシャレで、そう気に入ってんですけども。で、その当時まだフィフスアベニューって、地面デコボコしてるじゃないですか。だけど、徹子さんが若い時はもう、まっさらだったらしいんですよ。で、全くデコボコしてない時代があったみたいで、あの道にも。だからそういうのも面白い。あ、そうなんだと思いながら。で、すごくね、本当にオシャレに、まあ、グッズだったらあんまりオシャレになりづらいんですけど、徹子さんのはすごいオシャレなので、ちょっと着ようかななんて思ってますけども。はい。そんな感じで。今メッセージを紹介したねずこにはスパーク木曜オリジナルステッカーにサインを入れてプレゼントしたいと思います。それではここで曲をお届けしたいと思います。聴いてください。ビヨンセで Be Alive。 It feels so good to be alive。Never made with love.
送りした曲はビヨンセで Be Alive でした。はい、ビヨンセの新曲になります。こちらですね、ウィル・スミスが主演&プロデューサーを務め、来年2月23日より全国公開される最新作ドリームプランのエンディングテーマとなっております。もう入りからね、ビヨンセのコーラスワーク、もう多重録音ですよね、して歌がやっぱすごいんですね。うん、もうビヨンセ節というか、アドリブもめちゃくちゃかっこいいですね。なんかすごい音数もね、すごい少ないけどしっかり歌おうが届くし、最近で言うとね、こういう方向性の曲ってなかなかないので、素晴らしいなというふうに感じますね。はい、今一度自覚してるジェイブスパーク、続いてはこちらのコーナーに行ってみましょう。題してリュージーズフェイバリットアルバム。このコーナーは今一路氏が影響を受けたアルバム、最近を聴いているアルバムなど、皆さんに知ってほしい様々なアルバムを紹介していくコーナーです。本日紹介するアルバムはこちら、シルクソニックのアンイブニングウィズシルクソニック。シルクソニックのアルバム、アンイブニングウィズシルクソニックの楽曲をフラッシュで聴いていただきました。このアルバムですが、今月リリースされたデビューアルバムになります。今回のアルバムにはブーツイ・コリンズ、サンダーキャット、ジェームス・フォンテルロイ、ベイビーフェイスといったアーティストが客演や制作に参加しています。はい、ということで、もう待望のデビューアルバムでございます、シルクソニック。いやー、もうね、まずはそのブルーノ・マーズとアンダーソン・パークがバンドをやりますっていう発表したのが今年の頭の方で、で1曲目出したのがまあ3月くらいだったので、もうラジオでもね、このスパークでもすごい自分がその時どういう風な状況でみたいな、もう本当すごい興奮してたみたいな話はしたと思うんですけども、そっからね、あの数曲出して、でアルバムが出ますってなった時のもうワクワク感たるもの、本当にすごかったですよ。もう学生の時みたいもうリリース日を待つ少年みたいな感じで、待ってましたよ。で配信されて、最初だからあのライナーとかもなかったから、耳だけだから、もう楽曲だけ、歌詞の方を把握しないで一回目聞いてとかで、その後に歌詞者さんと把握して聞く、もう何回聞いたかな、リアルに20回は聞いたかもしれないですね、アルバムね。うん、はい。でですね、まあシルクソニックは70年代、まあ、の音楽をね、かなり感じる、まあ、バンドというかユニットで、で基本的にはもう生演奏で収録、楽器もね撮っていますし、でも全部で9曲あるんですけども、もう最高でしたね。うん、なんかスティービー・ワンダーっぽい感じもするし、あとはルーサー・バンドロスっぽい
ニュアンスもあったりとかして、すごい聴いてて楽しかったですね。でやっぱりブルーノとアンダーソンパークの相性も本当に良くて、多分この2人じゃなかったら70年代の音楽やろうって多分なんなかったと思うし、なんかすごいお互いがこうお互いを引き上げてるっていうか、で YouTube とかでもパフォーマンス動画いっぱい上がってるんですけども、毎回それぞれアドリブが違かったりとかして、でそれにお互い引っ張られてこうパフォーマンスのなんつうの質とかが上がってくるから、もう最高じゃないですか。うん。で今回ねこの素晴らしいアルバム、まあ、ミッドもあれば上がるような曲もあって、あこれラスベガスで作ったんだろうなみたいなイメージもできる曲もあったりとか、これもだからもうライブだ、ツアー行きたいもうファンみたいになっちゃってますけども、それぐらいあのライブパフォーマンスすごいものになると思いますね。でちなみにアンダーソンパークもめちゃくちゃ踊れるんですよ。だからダンスセクションとかも多分あるだろうし、基本的には楽器を演奏しながらやるのかなと思うんですけども、すごいだからもう早くライブ見たいって感じどうなんのみたいな感じ、まあ、とにかくもうね熱量が自分すごいあるので、すごく素晴らしいアルバムだったかなというふうに思っております。じゃあそんなアルバムの中で一曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。シルクソニックで Put on a Smile。 I look at you fellas, take it from your Uncle Bootsy. Ain't no shame begging in the rain. Tell her how you really feel
送りした曲はシルクソニックでプットンはスマイルでした。続いてはこちらのコーナーです。スパークボックス、ジェイブのシャイ番組スパーク、木曜日は三代目 JSOUL BROTHERS の今井翔司が担当してます。ここからは音楽をはじめリスナーのクリエイティブな作品を紹介していくスパークボックスのコーナーです。今日はリスナーの方からいただいたステッカーのデザインを紹介します。番組ブログにはもうすでに今から紹介する作品がアップされているので、そちらを見ながら聞いていただければと思います。でいきましょう。ラジオネームアミ、カオスシティ発売記念のオンラインミーティングがいまいちルージルームから配信されていたのですが、その時の部屋のイメージをステッカーにしました。印象的だったペルシャ絨毯のような壁にリリーのネオン、メイクルームにあるようなライト、ウッドの柱、そして音楽活動の基本のピアノ、あとすごく温かい空間だったなぁと感じたので、温かい色味とスパークをネオン文字にしました。最近のクオリティが高いものとは違う路線ですが、見ていただけたら嬉しいです。はい、見てみましょう。はい、おーすごい。まあ、ご存知の方いると思うんですけども、いまいちリュージルームというか、自分がね、音楽制作する部屋があるんですけども、そこをかなり再現してくれてですね、周りが、まあ、ペルシャ絨毯で、色味すごい似てますよね、本当に。今日もね、その部屋いたんですけども、こんな感じでしたよ。温かみのある色で、で、スパークの文字がね、ネオン感っぽくなっていますので、かなり再現されてるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。ラジオネーム、はるはる。りゅうさんこんばんは、こんばんは。いつも楽しく聞いています。紫色をメインに、拡声器を使い、スパークとリュウジさん愛を伝えるイメージでステッカーを作りました。ぜひ見てください。はい、見てみましょう。おー、なるほどね。背景紫で、で、拡声器がありまして、で、リリーのアパレルの一個前のロゴかな、と、自分のソロのリュウジ・マイジョのロゴがあって、そっから音符がわーっと出てる感じですね。はい。で、スパークのタイトルがあったりして、割とシンプルな作りになっております。はい、ありがとうございます。ラジオネームさやルージ、ルージさんこんばんは、こんばんは。ステッカーデザイン考えさせていただきました。インスタグラムに載せていた緑のスーツのセットアップをイメージして作りました。いろいろな色のスーツが似合うルージさんですが、緑のスーツが金色とマッチしていて一番好きです。真ん中にサインをドンと書いてもらえるようにスペースを設けました。どうでしょうか、見てみましょう。すごいね、発想が面白い。JSB in Black みたいな、三代目の JSB in Black のジャケットみたいな感じの方向性で、で、そのジャケットが緑になってるって感じですかね。で、ちゃんとこれはネックレスかな、ネックレスも表現してくれてますし、うん、シンプルですけども、アイデアが素晴らしいなと思います。ありがとうございます。それではここで1曲をお届けしたいと思います。クリスマスも近いということなので、この曲をお届けしたいと思います。聴いてください。マライア・キャリーで、Fall in Love at Christmas、フィーチャリング、カリード&カーク・フランクリン。
送りした曲はマライア・キャリーで Fall in Love at Christmas フィーチャリングカリーダ&カーク・フランクリンでした。はい、マライア・キャリーの今年リリースされたクリスマスソングになっております。意外だったな。なんかマライア・キャリーでフィーチャリングでカリードとでカーク・フランクリンがいるんで、もうカーク・フランクリンって言ったらでもゴスペルの重鎮なんで結構パッション系な、でマライアでしょでカリードもいるから、まあハッピーな明るい曲来るなと思ったら意外とねこう哀愁漂う切ないクリスマスソングだったんで、この裏切りはね逆にいいかもしれないですけども、はい、これ何回も聴くとねどん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 染みてくるんだろうなという風に感じますね。今一度時刻をお送りしているジェイブスパーク、ここでこのコーナー行ってみましょう。スパーク応援団。このコーナーは仕事勉強恋愛などなど様々なことに頑張るリスナーを電話で応援するコーナーです。それでは早速一人目行ってみましょう。ラジオネームあやや、リュウジ君こんばんは。こんばんは。私は今専門1年生です。ブライダル学生です。私の学校は1年生の後期からインターンシップが始まっていて、もう結婚式のスタッフとして働きながら勉強させてもらえてます。夢の仕事だったはずなのに周りのプロの方がすごすぎて悔しくなったり、心が何度も折れかけてるのをなんとか保ててるのは3代目の曲を聴いてるからなんです。毎週土日丸1日頑張ってるので応援してほしいです。はい、ということで電話してみましょう。もしもーし。もしもーし。あやちゃんですか？そうです。こんばんは。こんばんは。今一流寺です。こんばんは。今大丈夫ですか？大丈夫です。今何やってんの？電話待ってました。そりゃそうだわ。よろしくお願いします。お願いします。はい、メッセージ読みました。はい、ありがとうございます。ブライダル学生。はい。で今インターンシップで働いてるというか経験してるって感じかな？そうですね。他のインターンシップ だと短期なんですけど、うん、私の学校は1年間同じ会場で働かせてもらうっていう形でインターンシップやってます。それってさ、学校行きながら？そうです。学校平日行って土日にインターンシップっていう感じです。それは休みはないの？土日。土日インターンシップ出ると月曜日が基本学校休みなんですけど、うん、検定とかが基本月曜日にあるので。へー。あんまり休みないんです。全然休みないじゃん。そうですね。へえ。もう、なんかね、だってお金は発生しないでしょ？もちろん。あ、発生する。はい、もらえてます。そうだよね。お金発生しないと、ね、生活できないもんね。そうですね。へえ、そうなんだ。はい、そうです。まあでも、自分がね、やりたいことを、普通のまあ、どこよりかは、短期よりかは1年間できるっていうのはまあプラスになることだもんね。大変だけど。そうですね。でもなんか、うん、ブライダルってすごい夢のある仕事じゃないですか、うん、でも実際働いてみるとすごい、まあ、大変っていうのは分かっていたんですけど、勉強していて、うん、ですけど、その新郎新婦様の結婚式を作り上げる、うん、一つを作り上げる大変さをすごい感じて、うん、やっぱリュウジ君とオミ君は、うん、オーディションで3万人の中から2人選ばれるためにすごい努力をしていたじゃないですか、うん、私も夢を叶えるために努力してるけど、壁にぶち当たると、うん、どうしても心が折れそうになって、それのアドバイスをもらいたいなって思ってて。もうやるしかないよ。だってさ、心折れてもやめないでしょ。だってやる、やめないですね、うん、もうそれがあったら大丈夫って感じ。で逆にもうね、食らいまくった方がいいと思うよ、めちゃくちゃ。そうですよね。うん、もう食らいまくって、はい。そっちの方が絶対成長できると思うんで。そうですよね。私最後に LDH ウェディングに入るのが夢なんですよ。うん、お、マジで？私が保育園の時からウェディングプランナーを目指してたんですけど、うん、へー。LDH ウェディングが立ち上がってからずっと入りたいって思ってて、へー。なので、頑張って、技術身につけて LDH ウェディングに就職したいなって思ってます。いやー、もうぜひね、入ってほしいと思いますよ。そんなちっちゃい時からの夢だったんだね。そうです、ずっとなりたくて。素晴らしいよ。うん、
いやでもなんかその気持ちをずっと継続して夢をつかみ取ってほしいなと思いますね。はい、はい、頑張ります。しかもね、いい仕事だもんね。本当に毎回その結婚式を挙げる人たちとかは、ね、だって人生の中でさ、一回なわけじゃん、はい、基本的には。はい、一回だと思うし、なんかいろんなね、愛で溢れてるよね、結婚式とかって。めっちゃ溢れてます。うん、だからそれを作るわけだから、はい、まあね、いろいろ大変なことあると思うけども、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、またメッセージ送ってください。はい、ありがとうございました。はい、はい、あややちゃんと話しました。ね、本当に保育園の時からって言ってましたよね。保育園の時からの夢をね、ずっと変わらず持ち続けてるのはすごいなって思いますね。結構初めてぐらい聞くかな、こういうの。意外と変わったりするもんじゃないですか。だからね、なおさら夢叶えてほしいなと思いますので、頑張ってください。またメッセージ送ってください。次行きましょう。ラジオネーム、ほのかちゃん。りゅうじくん、こんばんは。こんばんは。私は今 PA になるために専門学校に通っています。入学前は絶対にライブの PA になるって考えていたのですが、最近ブライダルの PA にも興味が湧いてきました。先日担当の先生との面談で、1月までにとりあえずどっちか決めといた方がいいよと言われました。今までずっとライブの PA しか選択しなかったので、新しいものを見つけてしまい、すごく悩んでいます。リュウジ君はどちらの方がいいと思いますか？ぜひアーティストの視点からの PA の現場でのことやアドバイスなどいただきたいです。よろしくお願いします。ブライダルフィーバーしてますね。はい、電話してみましょう。もしもーし。もしもーし。今一郎寺です。よろしくお願いします。ほのかちゃん。はい、メッセージ読みましたよ。ありがとうございます。 PA、はい、になるのが夢で、で最近そのブライダルの PA にも興味が湧いてきたということで、はい、これはきっかけはブライダルの PA が、まあ、あるっていうか、どういうきっかけで知ったのかな。学校の授業でブライダル実習っていうのがあって、うん、へー、3時間あって、うん、それをやってるうちに、もう厳しいことも知ったんですけど、うん、やりがいをすごく感じて、うん、今まではずっとライブの PA しか、うん、頭になかったんですけど、うん、ブライダルの PA もかっこいいなって思いました。そうだよね。それで。そのブライダルの授業があるんだね、3時間。はい。へぇ。それは、ね、PA を目指してる子たちの中で、そのブライダルの時間があるって感じなんだ。いや、なんか私の学校が、アーティスト科と、うん、スタッフ課があって、その全部の課で、うん、あるんだ。アーティスト課は、うん、新郎新婦役とか、お父さん、お母さん役とか。演技するってこと？そうです、演技します。誓いますとか、そういう言うと。あ、そうです、そうです。ケーキ入刀とかも。それはあれは、花嫁さん、嫁さん？花嫁さんの役もあるってことでしょ？はい、あります。だからもう、撮れる、はい。結婚式を再現するっていうか、まあ、演じるってことでしょ。そうです。もうドレスも着て、花束も持って。あ、そうなんだ。はい。すごいね。それ、真剣にやるんだ。はい。それで、スタッフ課は PA とか、照明制作の人とか。うん、ああ、なるほどね。じゃ一回作り上げるんだ。はい。結婚式をみんなで、照明とかも。はい。音も。はい。へえ、面白いね。いや、なんか初めて聞くからさ。はい。じゃ結構緊張感もあるんだ。めちゃめちゃ緊張感ありました。そうだよね。ミスったら終わりみたいな。なるほどね。そっかそっか。はい。で、今だからライブの PA になるか、ブライダルの PA。はい。どっちか迷ってると。で、1月までに決めといた方がいいよと。はい。今はどっち？どんな感じですか？ほのかさんには。メール送った時には。うん。もう本当に5対5ぐらいで、めちゃくちゃ悩んでたんですけど、うん、先週イベント研修っていう外部に行ける研修に行って、うん、実際にまたライブの PA さん見て、うん、やっぱかっこいいなってなって、うん、6点
6.5 対 3.5 ぐらいの。7.3 とは言わないんだね。7.3ではないんですけど。6.5、そうかそうか、そういうのか。6.5 がライブの PA。はい。うん。じゃあライブの PA にしよっか。ですよね。なんか、はい、ライブの PA さんの方が、技術力が上がるのかなっていうか、知識とか。単純に、ブライダルの方は結構さ、はい、生演奏とかさ、演奏する方とかもいると思うし、はい、そういう意味では、そういう難しさもあると思うんだけど、はい、ライブってさ、まあいろんなライブあるけど、まあ俺らで言うと、もう音数とか半端じゃないから、はい、もうまずそこの違いもあるし、はい、で、ライブって言ってもツアーだけじゃないし、はい、フェスとかもあったりするから、はい、でそういうところで環境が違うところで、どうやったら一番いい音を届けられるかっていうこともあるだろうし、はい、だライブの PA さんの方がそういう意味では、まあ、幅はあんのかなっていうふうに思うけどね。あ、いや、環境がいろいろ変わるしっていう、はい、だからドームとかアリーナも一箇所一箇所形が違かったりするから、はい、そうそう、音の届け方も変わってくる。もうそれって全部 PA さんがやってくれてるから、相当と、まあ俺らも確認できるとかするんだけど、はい、って意味ではだから 6.5 のライブかな、ライブの PA のがいいのかもしんない。うん。もう一つ悩んでるのが、お、そのライブに行った時に、うん、素直にライブを楽しめないっていう。でもそれはもうね、この道選んでからしょうがないんじゃない？ですよね。も俺も一緒だよ、それは。気になりだしたら、うん、止まらなくて。うん、でもいい、それはだから、いいことなんじゃない？あ、だってそこにさ、はい、集中してない人は絶対その領域にはいけないだろうから。はい。うん。成長してるってことじゃない？ありがとうございます。これなんか変な感じするつもりなかったのに。いや、でも絶対そうだと思うから。はい。うん。だから1月までね、もうちょっとあるけど。もういいんじゃない？ライブの PA さんでいいんじゃない？わかりました。うん。こうやって話せたのもきっかけだと思うので。はい。いつかじゃあ、まあ俺らの3代目の音とかもやってください。いつか。うん。一緒にお仕事できるように頑張ります。ねえ、そしたら最高だね。最高ですね、うん、で、それを楽しみに待ってます、はい、俺は。ありがとうございます、頑張ります。はい、頑張ってね。ありがとうございます。じゃあ最後にミュージックシェアしたいので、はい、じゃあ3代目の曲か自分のソロの曲、はい、どっちにしましょうか。 3代目で、はい、バックインラバーゲインでお願いします。おー、わかりました。それでは聞いてください。3代目 J ソルブラザーズでバックインラバーゲイン。ありがとう、ほのかちゃん。ありがとうございました。頑張ってね。応援してます。ありがとう。こちらも応援してます。またメッセージ送ってください。はい、ありがとうございました。失礼します。重ねよう、夢の続きを諦めたく
ということで、ほのかちゃんと話しました。もう気になるんだって、ライブ行くと音響どうなってるかとか。もうね職人みたいになっちゃってますけども、でも分かるな、その気持ち。うん、ぜひねライブの PA さんになってたくさん活躍してほしいなと思います。頑張ってください。お送りした曲は3代目 JSOULBROTHERS で Back in Love Again でした。ジェイブの新番組スパーク、木曜日は三代目 JSOULBROTHERS の今井純一が担当してます。最近三代目のベストアルバムリリースがあったので露出がね結構あると思うんですけども、ここではですね、せっかくグルメの方に出演したんですけども、そちらについてのメッセージ来てますので紹介します。ラジオネームともこ、せっかくグルメ見ました。三代目ファンのツイッター上では、リュウジさんの見た目がワンピースのルフィそのものだと大盛り上がりでした。あれは意識 しての衣装だったんですかあとケンちゃんと二人でめちゃくちゃ美味しそうに食べまくってましたね。見てるこちらももぐもぐリュウジローが見れて幸せでした。はい、ありがとうございます。意識しないでしょでも確かに言われればルフィだね、あの衣装ね。一応オーバーオールとかもヴィンテージとかにしてもらったりとかして、まあ色合いもねちょっとルフィだもんね。ケンちゃんの方は色が濃かったりしてるんですけども、確かに麦わら帽子もね被ってねいやー、あれガチンコでやってましたよ。せっかくグルメも電話の交渉とかもそうですし、しっかり食べましたね。でも本当にね、もう見ていただいたまんまですよ。本当に美味しかったですし、最高な時間だったなって思っております。またねけんちゃんと一戦できたらなと思います。次行きます。ラジオネームめぐみさん、リュウジ君こんばんは。こんばんは。バーナマンのせっかくグルメ、リュウジ君の美味しそうに食べる姿に可愛いが溢れていてとっても癒されました。前から思っていたのですが、食べ物を口に運ぶときにペロッと舌を出してから食べるのは癖ですか？昔の番組でも同じようにペロッと出していました。リュウジ君自身気づいてましたか？ペロッとリュウジも可愛すぎて癒しです。知りません知らないです。何これ、食べる前に舌を出す。え、みんなそうじゃないの？だってなんで、どういうことだって、食べ物を口に運ぶときにペロッと舌を出してない？出してる？俺わかんないんだけど、ちょっと確認案件だなこれは。確認しますわ。はい、次行きます。ラジオネームふみこさん、リュウジ君こんばんは。せっかくグルメ見ました。本当に美味しいのが伝わる豪快な食べっぷりでしたね。そこで気になったのですが、素鶏定食食べ終わった二人のお盆の間に素鶏の皿がもう一枚おかわりしましたよく見てますね本当に。そうなんですよ、あれ厳密に言うと二人とも白米おかわりして、で素鶏もおかわりしました。なんかそこはね、編集上とかでちょっとカット
ットしなきゃいけなかったと思うんですけども、よく見てるね、本当に。そうです、そういうことです。おかわりしました、はい。ということで、やっぱよく見てくれてますね。皆さん本当にありがとうございます。またね、タイミングで出演させていただければと思いますので、その時はぜひ見てください。そして、3代目の最新情報をお伝えします。ファン投票によるベストアルバム、ベストブラザーズとオリジナルアルバム、This is JSB が発売中です。そんなオリジナルアルバム、This is JSB に収録されている新曲、Honey の MV が公開となっております。そしてライブ DVD& ブルーレイディスク3代目 JSOULBROTHERS ライブツアー 2021ThisisJSP を12月22日にリリースします。その他3代目に関する情報は3代目のホームページをチェックしてください。ここで一旦 CM です。 CM の後もまだまだ今一流時にお付き合いください。 81.3 81.3 JWAVE 81.3 81.3 SPARK 家に帰ったら、まず手洗いを。手洗い習慣はとても大事なこと。自分でできる大切な人を守る予防策。まずは手洗いから始めよう。牛乳石鹸、良い石鹸。木曜金プレは僕たちが担当しております。今回は安定が代名詞のメンバー2人でお届けしますので、滑舌よし、聞きやすさ抜群でお届けします。リズム隊の2人が撃沈した特別企画に挑戦するけど、自信はありますか？問題ないでしょう。 いけますね僕らやったら。シーズのキングスプレイスはこの後深夜1時、ぜひ聞いてください。ジャンルを超えて活動するウォンク年末恒例イベント開催。ゲストアーティストは富田ラボ、スリノハヤト、バウンディ、キキビビリリ、イエイエ、シュリケンパップ。ウォンクがホストバンドとなってライブを披露。さらにスペシャルなゲストも登場。 JWAVE 公演ウォンクスプレイハウス、12月16日東京ドームシティホール。詳しくはオフィシャルサイト wonk.tokyo。 ロッパン上白石萌歌です。世界中からラブなもの、フェイバリットなものを集めてお届けするラブファブ、今週お迎えするのはこの方です。大原さくら子です。はい、大原さんは何ラブでしょうか？アイラブカッテージチーズです。 お料理のお話も伺っていきます。続きは土曜夜10時からのラブファブで。サンダミージェイソルブラザーズのボーカル今市亮次がお送りするジェイブスパーク、いかがでしたでしょうか？エンディングです。先ほどせっかくグルメのメッセージ読んで、自分がね、食べ物を口に入れる際に舌が出るっていう確認案件ですって言ったんですけど、確認しました。舌出てますねこれ。ちょうど予告編かな、左からケンちゃん、日村さん、俺でちゃんとこう3つに分かれてる画角で一斉に食べる瞬間シーンだったので、すごく分かりやすかったですね。二人は舌出てないですね。なんか不思議、全く何の意識もなく普通に食べたんですけども、おかしいのかな。あ、もう食べたいが出ちゃってる、食べたいが出ちゃってるから舌も出てるってことですね。そういうことにしときましょう。本当によく見てますわ、はい。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはこのスパークのホームページにあるメッセージボタンをクリックして送ってください。この後はシーズがお送りするキングスプレイスです。引き続き JWAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は3代目 JSOULBROTHERS のボーカル今市隆二でした。また来週夜12時にお会いしましょう。バイバーイ、おやすみ。This program was brought to you by 牛乳石鹸ほか。